ダートラリー 2.0 でラリーゲーム初心者がこれで絶対に上手くなる、やっていくぜ。こんちゃポン吉です。今回は GFNRE-WRC スウェーデンを決定戦の解説をやっていきたいと思います。期間は7月31日から8月29日までラリーネットを使った単発イベントになってます。よふのりラリークラブではみんなで一緒に挑戦するというイベントが8月5日夜9時から行います。ラリー1クラスは上級者向け、 NR4 クラスでツバル WRX-STI 推奨です。三菱のランエボは禁止はされてないんですけれども、みんなでツバルを楽しもうという企画なので、ぜひツバルで一緒に走りましょう。ラリー1クラスはハードコアダメージがオンで、もうすぐにね車が壊れたりタイヤがパンクしちゃうので、そこにね気をつけて走っていただければと思います。ラリー2クラスは初心者向けで、車種は R2 で簡単なラリーになってます。これから上手くなっていきたいなという方はこちらのラリー2クラスをお選びください。どちらかご自身に合った方をお選びいただいたらいいんですけど、ダブルエントリーも認めてますので、どっちも挑戦してやろうという方はぜひ両方ともお楽しみください。今回はラリーゲーム初心者だったポン吉がどうやって上手くなっていったかについて考えていきたいと思います。この動画はダートラリー 2.0 なんですけども、ラリーゲームであれば全く同じ内容で、見るだけで必ず上手くなっていけると思うのですが、ええなと思ったらぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。さあ、それでは走っていきたいと思います。ロケーションはスウェーデン、コースはアーリーフスプリント、コンディションはヒルハレスノー、車両はフォードフェスタ R2 です。ほとんど乗ってない、久しぶりですね。今回簡単な方のクラス、ラリー2クラスは R2 なんですけれども、私は個人的に練習なしセットアップで臨もうと思ってます。今回のこの動画のためのアタックも練習なしセットアップなしの一発勝負です。一本勝負。さて、今回のこの R2 クラスなんですけど、アクセル主体で走ると走りやすいんじゃないかなと思います。アクセル全開で、まあ、減速したい時はブレーキを入れるんですけど、アクセルを離さない。まあ、普通だったらアクセル離しますよね。普通だったらアクセル離すんですけど、アクセルを離さないでブレーキだけでスピードコントロールすると走りやすいんじゃないかなと思います。タイムもね、それだけで上がるんじゃないかなと思いますね。ただ、アクセルを入れっぱなしにして、ブレーキだけでスピードコントロールしようとすると、制動距離がね、伸びちゃうんですよね。制動距離が伸びちゃう。なので、まあブレーキはね、手前からも、いつもよりも手前からかけた方が止まりやすいかもしれないです。曲がりやすいかもしれないですね。運転しやすいかもしれないですね。まあ、ただ、急制動とかありますよね。いっぱいブレーキを使って止まらないといけないところ。そういうところは、制動距離短くした方が速く走るので、そういうところはアクセルを緩めてブレーキを踏んでもいいんじゃないかなと思います。あとは、曲げに行くとき、車を曲げに行くときに積極的にサイドブレーキを使っていくと、曲げやすいんじゃないかなと思います。R2 を乗るときに私が心がけているポイント2つですね。アクセル主体の左足ブレーキングで乗ること。車を曲げるときは積極的にサイドブレーキを使うこと、この2つです。さあ、では今回のポイント、ラリーゲーム初心者だった私ポン吉がこれでめちゃくちゃ上手くなりました。そのこれとはズバリ壮行会に参加することです。壮行会に参加すると何がいいかと申しますと、まずむちゃくちゃ忙しくてゲームなんかやってられんわっていう時でも、壮行会に参加するっていうノルマさえ自分に課しておけば、1ヶ月に1回あるいは1週間に1回はゲーム触るんですよね。ラリーゲームに触るんですよね。なので、そういうむちゃくちゃ忙しいことが起こったとしても引退を防げる引退を防げます。そして1週間に1回ぐらい触っておけばね、下手になっていくことはありませんので、いや半年ぶりやってみようか、わこれもう乗られへん、下手すぎ、引退やなっていうことも教えてくれると思います。そして壮行会に出ることのいいことは、壮行会でみんなで走ること自体がもうむちゃくちゃ楽しいですね。一人で走るよりむちゃくちゃ楽しい。なのでモチベーションが上がる。私の場合はラリーゲームっていうのは5年か10年に1回やるぐらいのゲームの中の一つだったんですけど、壮行会に出てしまったことでライフワークになっちゃった。もうこれが一つの大きな趣味になっちゃったというぐらい楽しいです。というぐらい楽しい。その楽しいということがモチベーションになります。むちゃくちゃモチベーションになる。では、この続きは尺に収まりそうにないので、動画の後半でお話ししたいと思います。もう話が長い。もう短くまとめて、短くまとめて、もう。乗れてない。いや、もうね、R2 だろうが何だろうがね、もう、ライン取りなんですよ。結局のところはもうライン取りです。ライン乗り、そのラインにいかに乗せるか、いかに適切な速度でそのラインに乗せるか、いかに厳しいラインで厳しい速度で乗せるかだと思います。それに取り組んでいきたいですね。よし3分17秒7球に、いや、どうだろうどうでしょう。ラインよりも6秒早い。959位いや、これはまあ、これはまあ、私が1本目、
練習なしの1本目としてはまあまあ早いんじゃないですか。甘やかしすぎかな甘やかすぎ、もうちょっと早くないといけないかなと思いますけど、まあいいですかね。今回はねこれぐらいで、もう一発勝負なんで、もうしょうがないです。もうこのタイム出ちゃったらしょうがないです。さあ、それでは先ほどの話の続きやっていきたいと思います。先ほどの話の続きなんですけども、そして壮行会に出てみて運よく自分のライバルを見つけることができた場合、いやこの人この間も同じようなタイムやな、今回どうやら、あー負けた、いや次は負けたくないな、わ勝った、嬉しいっていうようなね、そういうライバルを見つけることができた方、もうむちゃくちゃラッキーです。むちゃくちゃラッキー。ライバルを見つけることができた方はもうむちゃくちゃ伸びます。その後むちゃくちゃ伸びます。やっぱりね、負けたくないという気持ちが勝っても負けてもむちゃくちゃモチベーションにつながりますし、勝っても負けてもむちゃくちゃ楽しい、その楽しさに直結するんですよね。なのでこの負けたくない相手を見つけることができた方、ライバルを見つけることができた方はむちゃくちゃラッキーです。そして壮行会のいいところ、情報交換がむちゃくちゃはかどる。例えば一つのコーナーの曲がり方とか、一つのコーナーで、うん、ここセットアップどうしたらいいやろうとか、まあ、そんな細かいことですらもディスコードなんかに参加してちょっと聞いてみるだけでむちゃくちゃいろんな有益な情報が返ってきます。有益な情報が返ってくる。一人でやってるのももうはかどるんですよね。めちゃくちゃはかどる。全てがはかどる。何もかもがはかどる。そしてその一つ一つのやりとりが楽しいんですね。一つのやりとりが楽しい。もう最高です、マジで。マジで。とはいえ、こんだけね、壮行会楽しい楽しいってみんなが言うたとしても、壮行会出るの怖くないですか怖くないですか。なんかいっぱいみんながおるディスコードに入っていくの怖くないですかディスコードに入っていかないまでも、レースネットの壮行会に参加するだけ怖くないですか怖くない。私もね、最初怖かったんですよ。めちゃくちゃ怖かった。で、もうちょっと練習してから、もうちょっと上手くなってからって思ってるうちに、どんどんね、時間が過ぎていって、自分の中のゲームの週も過ぎていって、もう飽きてしまって、結局やらなくなるっていうのになりませんか。まあ私のことなんですけど、これ私のことなんですけど、壮行会は上手くなってからいつか出よう。ではないんですよね。まあ、これを思ってると、もう世界一上手くなるまで出ないので、上手くなってからではないんですよ。今なんですよ。まあどっかで聞いたことあるセリフやけど、今なんですよね。壮行会に初めて出た時は、早くない方がいいんですよ。一番遅い方がいいんですよ。ドベの方がいいんですよ。ドベで壮行会に参加すると、その後ね、面白いことしかないんですよね。その後めちゃめちゃ面白いことが待ってるんですよ。いや、これからね、ちょっと性格悪いこと言いますけど、ちょっと性格悪いこと言いますけど、ドベで壮行会に参加すると、みんなね、あ、こいつは僕の下やなっていう風に思ってきて優しくしてくれるんですけど、あからさまにお前は遅いよねっていう風な感じの人もね、結構おるんやけど、その人たちをね、抜く未来しかないんですよね。抜く未来しかない。で、その抜いた時の反応がマジで楽しいです。マジで、性格悪いな。これちょっと性格悪いですけど、マジで楽しい。で、抜き去った後にね、立派な方やなって思うことも多くて、すごく褒めてくれる方もいらっしゃれば、散々マウント取ってきた後に、マウント取られそうになったら、ぐぬぬって言って、おらんようになったり、もう二度と来なくなったり、まあいろんな方いらっしゃいますけど、やっぱり性格の立派な方とは今も関係続いてますね。今もすごくいい関係が続いてます。で、私自身ね、自分自身いつでも抜く立場ではあるんですけど、いつでも抜かれる立場なんですね。誰でもそうなんですけど、いつでも抜く立場ではありますけど、抜かれる立場なんですよ。自分もね。なので、いつでも立派な態度取れるようにしておけたらええなと思います。まあ、漁夫の根はそんな変な人おらへんから、気持ち悪い感じで、いや俺の方が早いからって言ってくる人いないかな皆さんとても謙虚で立派な態度の方しかいないんじゃないかなと思います。あとね、最終的にね、速さ関係ないですよ最終的に速さ関係ないですよ。まあ、誰々より速いとか順位が一つ上がるっていうのは、まあ、それだけで楽しいので、楽しさの源泉ではあるんですよ。もちろん楽しさの源泉ではあるんですけど、それだけじゃないんですよね。それだけじゃない。単純に一つのコーナーをパーッとうまく曲がれた、もうこれだけで楽しいですね。で、それを常に共有できる人がそばにおる、この環境が最高なんですよね。速く走れることとか速くなることよりもこの環境が最高なんですよ。なので、この動画を見てくださってる皆さんいやー、壮行会出たいけどもうちょっと上手くなってからの方がいいなと思ってる方、そこのあなたそこまで思ってくださってる方はもう壮行会参加した方がいいですまあね、どんなやってるんかなっていう感じで、冷やかしで覗いてみてくれたらいいので、下の概要欄、壮行会の参加方法っていうところのね、リンクからご興味がございましたら一度覗いてみてください。はい、これからも初心者の方が誰でもラリーゲームをみんなで一緒に楽しみながら上手くなっていけるような動画アップしていけたらなと思ってます。もう一個だけ動画見ていただいて、それでもええなと思っていただけたらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ほなまたね。いや、ほんまもうラリーゲームばっかりやってるもうラリーゲームばっかりやってる、もう面白いからしょうがないけど面白いからしょうがないけど